どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。プレミアムバンダイ限定 SH フィギュアーズトライドロンの方をご紹介したいと思います。とにかく箱がでかいです。これはとんでもない商品になりそうですね。それもそうです。このトライドロン、なんとお値段2万5000円します。ということは、とても素晴らしい玩具に違いないです。では、紹介していきましょう。まずはパッケージですね。こちらが正面のパッケージになってます。左側はこのようになっております。後ろ側のパッケージはこのようになっております。右側はこのようになっております。下側のパッケージはこのようになっております。上側のパッケージはこのようになっております。まずはこちらが説明書になっております。そして、でかいです。すごくでかい。では、一つずつ見ていきましょうか。まずこちらが、付属パーツになりますね。いろいろ入っております。では、一つずつ見ていきましょう。まずはこちら。トライドロンを支えるためのジョイントパーツになります。こちらはホイールパーツ。こちらはタイヤ交換用のジョイントパーツになります。こちらの手首パーツはドライブタイプスピードがトライドロンに乗るとき、ハンドルを持たせるための手首パーツになります。こちらは交換用ベルトバックルのパーツが全部で7種存在します。こちらのマークの表情がなんとベルトさんの表情になってるんですよね。すごいです。そしてこちら交換用クレードル。トライドロンの中にベルトさんを取り付けるためのパーツとなります。そしてこちらはドライブタイプスピードのタイヤの一部の交換パーツになります。この一部の交換パーツはトライドロンに乗るための交換パーツになります。そしてこちらが交換用ボンネットパーツ。特上化のマークがありますよね。あれを取り替えるために必要なボンネットパーツとなっております。台座パーツに関しては2種ありますね。こちらが専用台座になります。なんとドライブの R マークになっております。これはすごいですね。そして右側のこちらはタイヤ交換の時に必要な専用台座パーツになっております。そして SH フィギュアーズトライドロン本体とのご対面になります。では開けましょう。これが SH フィギュアーズトライドロンになります。出来がすごい。もうまんまですね。もう本編に出てくるトライドロン。デラックス版ともうどえらい違いですよ。もうすごいですね、これ。もうそのまんまですよ。あ、ここ取れるんだ。うわー、細かい。まずこちらの、はい、前輪部分の方ですね。すごいな。あ、プレートもあるんだ。で、こちら、はい、特上化のマークですね。これいい。これがあるのがいいんですよ。デラックス版にはないですからね、この特上化マークが。うーわー、すごい。で、こちら、はい、横ですね。うわー、で、これドア開くんですよね。うわー、うわー、すごい。で、こちらの、乗る場所？これ、造形すっごい細かいんですよ。ここのハンドルが動くんですけど、はい、動く。はい。で、こちらの奥にあるレバー、見にくいですけど、ここも動くんですよ。はぁ、細かいな。そして、後ろ側は、はい、このようになっております。プレートもありますね。こちらはタイヤ増えるの時に乗せる場所ですよね。これ、逆さまにすると、実は、はい、タイプワイルドになるんですよね。でも、この SH フィギュアーズトライドロンはタイプスピード状態にしか再現できないのでご注意ください。もちろんタイプテクニックにすることもできません。はい、こちらが横ですね。すーごい。で、後ろ見てみましょうか。うわぁ、作りが細かいですね、もう。造形完璧ですね。もうエンジン部分とかも、いろいろ再現されててすごいですね。で、こちら、はい、スイッチ部分のパーツがあるんですけども、こちらオンにすると、なんと、このトライドロン、光ります。光る場所は、こちらと反対側の、こちらのライト部分が光ります。もちろん、このトライドロン、車なので、ポロ走行が可能です。とてもスムーズに動きますね。デラックス版とは、すごく違いがあります。ポロ走行のスムーズ感が全く違いますね。こちらの SH フィギュアーズの方が素晴らしいです。とてもスムーズです。そして、こちらの前輪部分かな？
これが左右に動くんですよ。こっちにした方が分かりやすいかな。はい、左右に動きます。このようになってですね、だからカーブもできるんですよね。横にしてこうすると、はい、このように動きます。ちょっと斜めに動くこともできるんですね。すごいな。で、こちらのタイヤの部分も動かすことができます。ではまずトライドロンを戦闘状態に変えましょう。戦闘状態の時はこの特上化のマークが消えますよね。これのギミックがあります。ではまずここの特上化の部分外せます。外した後に先ほどこちらの部分取り外せましたよね。こちらの方も外します。そしてこちらが交換用ボンネットパーツですね。こちらをこの上に乗せて、こちらのパーツを引っ付けます。すると、はい、これでトライドロンが戦闘時になりました。ではドライブをトライドロンに乗せましょう。乗せる準備を今から行います。後ろにあるこちらのタイヤパーツを外して、こちらのパーツに取り替えます。これによりドライブがトライドロンに乗れるようになります。こちらのハンドル用手首パーツに変えます。ではトライドロンに乗せる準備を行いたいと思います。まずドアの方両サイド開きます。そしてこちらのボンネット部分、なんと取り外しが可能です。外せました。そしてこちらも外せます。あとはこちらにドライブを乗せるだけです。足を下にして腕を前に差し出しましょう。あとは乗せます。はい、これでドライブがしっかりトライドロンに乗りましたね。あとはボンネットパーツを引っ付ければ、はい、これでドライブが完全にトライドロンに乗りましたね。とても素晴らしいです。続いて電池の方を取り付けていきたいと思います。こちらに電池を取り付ける場所がありますので、ドライバーでネジを取って中にある単4電池3本をセットする必要があります。では電源スイッチをオンにします。いきます。うおー、光りましたね。トライドロン、すごいですね。輝いてます。4つ光るんですね。そして後ろ側も光ってるんですよ。はい、こちらが後ろ側になります。光ってますね。3つ光ってます。改めて見るとこのように光ってます。素晴らしいです。続いて運転席カットモデルディスプレイについて説明したいと思います。まずはボンネット部分を外します。続いてこちらの部分外します。続いてこちらのシート部分を取り外します。そして運転席のこちら、ドライブ乗っている運転席側ですね、こちらを上に上げるとこのように運転席部分だけ取り外すことが可能です。ちなみに運転席部分を取り外すとこのような感じになります。運転席部分にはアクセルとブレーキが用意されてるんですよね。これが細かいですね。続いて運転ディスプレイの専用台座を作っていきましょう。まずはこちら、ドライブのマークが書かれた専用台座とこちらのアーム部分を用意します。まずはこちらのアーム部分と突起部分合わせてください。アーム部分をこのような状態にして、こちらの穴と突起部分に差し込みます。あとはこちらのシート部分を取り付けます。これでディスプレイ状態が完成しました。ではディスプレイ状態全体見てみましょう。全体こうなってます。とても細かいですね。トライドロンの中身が思いっきり見えてますよね。アクセルとブレーキの部分もありますし、しっかり造形されていて素晴らしいですね。そしてこのディスプレイ状態、アーム部分を動かすことで調整が可能です。すごいですね。こういう風に
大きくディスプレイすることが可能です。運転席を開いた感じはこのような感じになります。では続いてこちらの窓を取り外すことができます。はい、このように外すことが可能ですね。戻すことも可能です。こちらのハンドルは動かすことができて、こちらのレバーの部分も動かすことが可能となっております。そしてこちらの部分はクレードルといいまして、取り外すことが可能です。そしてこちらの交換用クレードルパーツを取り付けます。そしてエースエッジフィギュアスのドライブタイプスピードについているこちらのベルトバックルをこちらに装着することができます。まずはこちらのマークが何も書かれていないディスプレイを取り付けます。そしてベルトバックルを取り付ければ、これで運転席にドライブドライバーがセットされた状態が再現できます。あとはこちらのディスプレイマーク、ベルトさん側の表情パーツに取り替えれば、これによりベルトさんがトライドルに乗っている状態を再現することができます。いろんな表情パーツもあるので、そちらの方も見ていきましょう。先ほどの顔は通常顔だったのですが、こちらは笑顔のパーツになってます。こちらは怒りの表情ですね。こちらは困り顔ですね。こちらは悲しい顔ですね。こちらは疑いの顔ですね。以上が全てのベルトさんの顔のパーツになってます。もちろん別売りの SH フィギュア2仮面ライダードライブタイプスピードにも取り付けることができます。では続いてタイヤ交換、タイヤフェールのギミックについて説明していきたいと思います。まずはこちらのタイヤ交換、タイヤフェール用の専用台座にトライドロンを乗せます。そして6輪タイヤがありますよね。真ん中にあるこのドライブマーク、実は取り外せます。こちらの大きいタイヤも同じく取り外すことが可能になってますね。取り外したらこちらの2つのパーツを用意します。こちらがタイヤ交換用のジョイントパーツになります。そしてこれがホイールパーツですね。こちらの穴と突起部分にセットして、こちらのタイヤの真ん中に穴が開いてますよね。こちらに向かって突起部分をセットすれば、これによりタイヤ交換状態が再現可能です。別売りのドライブタイプスピードのタイヤとこちらのホイールパーツをセットすれば、タイプスピードのタイヤが完成いたします。これをこちらのジョイントにくっつけさせて、するとドライブタイプスピード変身前状態を再現することができます。これはいいですよね。別売りのタイヤ交換キャンペーンのタイヤも使えることが可能です。このようにタイヤフェール遊びができます。トライドロンの6輪すべてにこちらのタイヤ交換ジョイントパーツを取り付けることが可能となっております。最後にデラックス版の3段変形トライドロンと SH フィギュアストライドロンを両方置いてみました。比べてみましょう。全く大きさが違いますよね。 SH フィギュアストライドロンの方が結構横幅が大きいのと、トライドロンのこの前の部分の形が全く違います。そしてもちろんタイヤのデザインも結構違いがありますよね。造形が全然違います。そして唯一もう一つ違うのがこちらの運転席、デラックス版だと一人用だったんですけども、こちらの SH フィギュアーズだと二人用なんですよね。そしてここのボンネットが全部剥がせるんですけども、こちらはもうひっついてて上下に動かすという感じになってますね。そしてもう一つはこちらに特上化のマークがありますよね。それの違いもあります。これでは取り外すことができるのとできないのの違いもありますよね。以上で SH フィギュアーズトライドロンの方をご紹介いたしました。まさに2万5000円の価値はありますね。ギミックが細かく、そしてこの素晴らしい造形、とても素晴らしいです。そして2015年9月27日をもちまして仮面ライダードライブ本編の放送が終了いたしました。
仮面ライダードライブ1年間本当にお疲れ様でした。今回の動画はドライブ完結記念としてこちらの衛星フィギュアストライドルの方をご紹介いたしました。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。